今僕はあのカルガリー近郊のですねペインテッドウォリアーズという、まあ、ランチですねに来てるんですけど、ここはあの自然体験ができながら、まあいろいろ、キャンプをしたりとかそういう体験ができるということで、来てるんですけども、まあとにかくあのこのすごい大きな、広大な自然で、ここはあのムースだとかエルクとかあとクマベグリズリーベアとか、いろんな動物が来る、フォックスも来るとか言ったらウルフも来るとか言ってたかな、とにかくなんかすごくいろんな動物が来るんですけど、そこでちょっと一晩、寝るということになります。あのこの動画はおそらくですね、電波が遠いんでアップできないと思うんで、東海に戻ってからアップすることになると思いますので、まあなんかいいですね、これ大山の中にねあのいるっていうのは本当になんというか、人間というものは、こういう自然と本当はコネクトしてるのにそれを忘れてしまうってこともあるわけで、なんかあのもともとね我々の脳っていうのはこういう自然の中でね進化してきたわけですよ、この中でサバイブするために進化してきた。私今こんなね立派なギア着ちゃってますけども、本当はなんか、この中で我々は暮らしてたんで、もうずっとね何千年も何万年もね、なのでその間には氷河期なんかもあったわけですから、その寒い環境の中でどう適応するかってことについても我々の祖先はそういうノウハウを持ってたわけですから、ですからあのなんか今の都会の中での暮らし、今例えばスマホがあったりとかインターネットがあったりとかそういうことがあるわけなんですけど、そういうことってやっぱり例外だったんですよね、で例外でその前のこの時間の方が長かったわけですから、でそういう意味においては、なんかこの大戦の中で、我々がこういう形で、もう普段忘れたね、感覚を取り戻すっていうのはものすごく僕は大事なことだと思うんです。で、そんな中でまあなんていうかな、いろいろ忘れていた感覚というのを取り戻していくっていう、だからタイムマシーンで言うともう本当に過去に遡るみたいなだと思うんですけど、これが僕はねあの子供の頃に蝶々を追いかけた時に感じてた一番のことなのかなと思うんですよね。まあ蝶っていうのはその自然の象徴というか、指標動物、小生物というかですね、そのある蝶がいるってことはそれだけ豊かな自然がある、豊かな環境があるからその蝶の種類もいるわけ で、ある蝶が行った時にその蝶だけを見てるんじゃなくて、その周りの自然も同時にそこで感じてるわけなんですよね。ですので、まあなんていうかこの大自然の中で、暮らす生き物たちの一部分として蝶がいるということでね、でそれと同時に我々の命っていうのも、この大自然の中にある一つの、命に過ぎないということで、そういうことを感じるとなんかそのエコロジカルな感覚ってのが出てくるんですね。でそれが、ね、自分がとなんか取るに足らないものであるっていうか、なんかプットインワンズプレイスっていうんですかね、なんか本来自分がいるはずだった、その場所に帰っていくというか、なんか我々普段都会の中ではやっぱりちょっと燃え上がってるんだと思うんですよね。自分が世界の中心であるかのように、ここではあの自分は世界の中心なんですけど、ある意味ではその自分に中心化された世界を経験してるんですけど、でも同時にこれ大自然の一部でしかないっていうこともわかるわけなんで、このなんか両義的な感じっていうのがいいんでしょうね。あのこれは意識の科学にもすごく大きな影響を与えると思うんですよね。その意識でもどう捉えるかっていうと、もちろん自分は意識としあるものとして世界の中で自分に中心化されてるんだけど、同時にその世界の中で遠いに足らない存在にしかないっていうことをね分かるということはすごく大事なことで、その両方があるから、なんていうか私たちはバランスを取ることができるのであって、ですからそういう形でその自分に中心化された世界であるということと、自分が遠いに足らない存在であるということの、両立してるなんか感覚の中にいるってことがとてもなんかいい薬になる気がしてる。なんかこの静けさ、さっきねあのここのオーナーのトレーシーと
歩いてて、鳥氏がその、まあ、匂いが大事なんだって、なんかすごくね、この匂いを忘れてて、普段の我々匂いっていう感覚使わないんだけど、例えば野生動物がいるとか、そういう時なんかその匂いでわかるとかね、あとさまざまな植物、例えば薬草になるような植物とかね、そういうものもやっぱり匂いで我々その存在を伝えてくれるってことを言っててくれてて、ね、そうだろうなと。そのやっぱり匂いということを我々は普段切り捨てて生活してしまってるんだね。ですからその匂いというものを通して伝わってくる世界の消息っていうものもやっぱり忘れてはいけないんだろうと思うし、なんかね、なんか取り戻すってことだと思うんですね。我々がもともと持ってたもの、それがやっぱり我々にとってとても大事な、なんか行為というかな、このカナダの大自然の中で本当になんか自分がそういう本来つながっていたコネクションという、インターネットだったら一つの情報のコネクションなんですけど、あるいはすごく狭いコネクションでしかないんですよね。インターネットのコネクションっていうものに対して、この自然の中のコネクションっていうのはもっと深いもので、その深いコネクションの中にある自分というものを一回見つめ直すことで、何か本来あるべき場所に帰っていくっていうんでしょうか、そういうところがあると思うんですね。なんかね、自分の本来の魂の形、シェイプ・オブ・ウォーターっていう、映画がありましたが、シェイプ・オブ・ソウルというんでしょうか、自分の本来の魂の形が見えてくる、そんな時間だと僕は思います。なんか自分の魂の形が彫像として整ってくるというか、普段はだからそれが見えてない、今ね、その撮影隊とかこの、ランチの方々と離れて、さっきねここはみんなで撮影して通ったところなんですけど、そこを改めて一人で歩いてると、なんか自分の魂の形が徐々にこうやって整っていく、その、様子が分かる気がしますね。でひょっとしたら僕はだからそのファーストネーションの方々の世界に、通じているのかもしれない。なんか自分の姿、魂の姿に向き合うことでなんか違う自分になっていってる気がする。俺はでも最初からそういうところがあったのかもしれない、僕の中にはね。それを忘れただけで、僕はベーリング海峡を渡ってずっと南米の端まで行ったのかもしれないし、北極圏でアザラシを漁して、そうやって生活を絶ったのかもしれないし、一角クジラも漁してたのかもしれないし、僕はそうだったかもしれない。マッキンリーさん登ってたかもしれないし、ひょっとしたらカヌーで太平洋を渡ってたのかもしれない。僕は空を飛んでたかもしれない。空を飛ぶフクロウの魂だったのかもしれない。そういうことがごく自然に納得される、そういう時間ですね。やっぱり僕はだからその野原を行く狼なのかもしれない、熊なのかもしれない。当たり前だったなってことは感じます今僕は。変なこと言ってるようだけど、ありありとそういう、心の使い方ってのがあるなと感じますね。だからね、そういう感じだったのって今初めてかもしれないな。さっきトレイシーというのファーストネーションの血を引く方の話を聞いて何か感じたんでしょうね僕ね。不思議、この、コースを歩き始めた時はそういう気持ちになるなんて思ってなかったからな。当たり前の気がしますね。よく言うじゃない、フクロウ、オオカミ、クマの魂と自分の魂っていうのは上の方でなんか交流してつながってるっていうか、魂の形が全部、もともと僕は一つの意識っていう仮説を持ってるわけで、意識はね全て同じなんだよね、もともとの原型として、ね、そういうことがなんかごく自然に納得される、そういうウォークですね。いいウォークだな、このウォークを持ったことで僕は人生が変わるかもしれないな。
それぐらいなんかいろんなことを感じる。しかしそろそろ文明の中に戻っていくその時間になったみたいです。いい時間でした。はあ、魂の本当の姿って何なんでしょうね。素敵な時間でした。森の奥深くに踏み入っていく。鳥の声が聞こえるね。自然の中のさまざまなものに目を向けて、素敵です。もう何かが、どこだ。